はい、皆さんこんにちは、カゼンデです。こんにちは、アットクです。パワープルアプリやっていきたいと思います。いきます。今はですね、13時30分でございます。残り30分。はい、うん、あと27分です。イベント状況をお知らせください。私はですね、今ですね、8500位と言ってね、ギリギリのラインにいます。7500位を目指す上でもう途中でね、やめるわけにいかないんで、もうずっとやってます。で、今日の画面はトクの画面。はい。なんと順位が325位。いやー。お前そんな余裕こいてていいのか？大丈夫なのか？もうここ30分ぐらいは、うん、僕の方は全く変わりないですね。マジで？安心して、見届けております、うん。マジか。これじゃあさ、みんな俺の画面見た方が面白いんじゃない？かもしれないですね。ちょっと待ってくれよ。こっちは必死なんだよ。そもそもですね、まあ、7500位をちゃんと狙うかどうかで、実は今日の朝迷っておりました。で、7500位になるとね、昨日もお話ししたんですけど、SR のガチャ券がいただけるということで、はい。まあ普通にね、ガチャを回した時に SR が出る確率ってどのぐらいとかね、そういうことを計算すると、まあ50個ぐらい割いても、はい、いいんじゃないのかっていうね、結論に至りました。そうですね。ということで、もう惜しみなくやろうということで、2時間ぐらい前からですね、まあその時1万2000円だったんですけど、そこからねコツコツやって、で今が、じゃじゃん、8300位。おお、うん、徐々にね近づいてはいるんですけど、残り30分ということで、もう怖い。もう怖い。団結ポイントとかもありますしね、ちょっとこういうのも狙いながら、で、ここクリア頼む。ここで参加バダだ、ちょこい、まあないでもって、あれもやっときたいんだよ、団結ガチャ。はい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 、はい、うん、残りね、1個カボチャが来てくれれば5個になるんだ。あれガチャらない。うわ、今くんなかったのか。そう、まずい、非常にまずい。だいぶシビアですね。うん、あと24分だから。さあ、メールが来た。あー、でも自分も結構ミッション来ますね。なんでお前、最近久しくバンプ高校見てねえぞ。特はトータルでどのぐらいストーン使ったの？まあみんな気になるところだと思うから。そうですね、60個は使いました。うん、100個は使ってないんだ。100個は使ってないです。60個は使いました。でも得のパーセントとか考えたらさ、はい、いいよね。まあそうですね。いやでもそこは、うん、もうほんとフレンドの方たちに感謝しなきゃいけないとこで、うん、今もミッション5件来てるんですよ。すげえ。これを、うん、もうこのイベント期間ずっと3分おき5分おきでアプロログインして、うんうん、あ、またミッション来てる、ちょっと唾つけとこうみたいな、うん、のを繰り返したら、まあ、パーストーン60個ぐらい。すごい。ブレインマッスル高校が現れました、僕は。もうカボチャとかもないんですか？カボチャがね、今4個なんだよ。あ、だからさ、まとめてボンって使えないじゃん。そうですね。あと1個必要なんだよ。追加点のチャンスを迎えました。だからあれですね、団結ガチャが。そう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 。いやー、さあこれでどれぐらい上がるか。最後バンプ来ねえかな。今日はショートゴロと三振、まずバンプ来てほしい。あとやっぱり地味なことなんですけど、やっぱりナイスピッチでね、しっかり3球三振をしてポイントを少しでも多く取るっていうことも大事。大事ですね。5試合分だからこれ。まあたださっきカズさんに言われたように、うん、結局これだけの順位に食い込めちゃうなら、僕のパーセントで、うん、280% ぐらいで食い込めちゃうんだったら、うん、やっぱ始まる前に、うん、もっとあの特攻キャラとか、うん、ガチャちょっとやっ、1回ガチャ引いといたらだいぶ違っただろうね。違いましたね、うん。そういう風にやって感じるんですよ。2球ストライク。
もうこれはさ、フレンドにお願いしない方がいい。自分でやった方がいい。やった方がいいんじゃないですか、自分で稼いで。うん、まあ、ただミッション他の人が出してくれていたら別だよね。そうですね、先にそっち行った方がいいです。バンプレベル、あー来てない。ここ1位取ったら熱いな。熱いって言っても、もうお前もう順位あんま変わんないんだろ。いや、そうです。なんでもチケットを、うん、少しずつ消費して、うん、急げ急げ。いやー、これ7500円入んなかったら痛えな。すげえ使ってるもん、ストーン。って言ってもまだ20個使ってない。あ、本当ですか。うん、この2時間で10個ちょっと。あんまり使ってない。それぐらいだったらまだ全然、なんでシルバーバルトに慣れてる。進化ってよく分かってる。もったいない。うん、勝負勝ちのチャンスです。シャドウ行くぞ。やばい、この回全然打った。まず勝たないとダメですよね、さすがに。そうなんだよね。最初僕ピッチャー、うん、特攻キャラで頑張って 29% で作ったんですよ、うん、けど彼女キャラが4体いて、うん、野手キャラが1人いて、よくそれピッチャー作ろうと思ったね。作ったんですよ。したらほとんど勝てなくて、寺門ジモン連れてきゃよかった、ね、あ、もちろん連れてったんですけど、うん、全然それでもダメだった。言っても A 評価とかで、うん、勝てない試合とか続いちゃうんですよ。そうすると経験ポイント、うん、もらえるポイント大きかったんで、うん、そこは冷静に作り直しましたね。今がですね、8176位、ギリギリ、やばいですね、マジでギリギリ。あと20分、うん、連打したら余計なボタンした。よし、あの自分のスタジアムはね、もう自動車オフにしてます。そうですね、自動車オフにして出てくるまでやると。あの1回でミッション出てきてくれ、お願いバンプ、君にバンプ。爪ポリス点欲しいんだよな。うわ、またブレインマッスル来た。ブレインマッスル来た。しょうがない、来てくれるだけね、いいと思わないとね。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で一元高校チーム、最悪でも犠牲フライが欲しいところ。今日さ、この後2時4時でメンテでしょ。はい、なんかガチャ来んじゃないの。来そうですね。これでも運営もなかなか仕掛けてくるよね。ここでガチャとか、ここでまたガチャ引かすみたいなさ。そんなにしなくてもさ、コナミさん儲かってるでしょ。ですよ、うん、結局さ、例えば今度さ、何周年とか20年今度パワープロ3周年分かんないけどあるじゃん、はい、でまた特別ガチャみたいなのあるじゃん、はい、そういうのあって熱いガチャが来たとしても、またそれってさ引かせるわけじゃん、はい、えぐいよ。いや本当ですよね、12月は結構ガチャ熱いよ、うん、お正月もあるしクリスマスもあるし、その3周年もあるし、あよ、そんなにさ、なんでそんなにあんの。やばいですね、悩ましすぎだな。全く来ないですか。全然来ないよ。フレンドの皆さんですね、うん、いや俺もさ、フレンドみんな結構強い方多いんだけどね。そうですね、やっぱそこだけじゃないんだろうね、はい、うん、多分自分でやっちゃってるんですよ、うん、
フレンドにお願いしないで。いや、まあ、賢いっちゃ賢いよね。そうそう、それが一番。8111位、さっき何位っつった？全然上がってないです。上がってない、やばい。しかもさ、ここら辺が今ボーダーじゃん。そう、うん、俺ぐらいの順位の人たちはさ、より上に行きたいし、その俺の順位よりさ上の人、はい、っていうのはさ守りたいわけじゃん。そうですね。いや、こっからデスマッチの始まりですよ。もういやー、あと何分、こう約15分。だいぶ焦りますね。焦る焦る。でもさ、俺にはかぼちゃが今4つあるから、でかいです。これが5個になった時の破壊力プラス 100%、 5プラス、うん、そうね。で、俺が今の 373%、 でかい。そこもね、もっとちゃんとやれよって話なんだけど。うわ、どんどん来る。みんなあんま分かってないんじゃない？いや、でも見てくださいよ、うん、見る余裕ねえんだよ、言ってくれ。半分は消費してるんですよ、うん、でも1位は、うん、取られてますね、うん、でもさ、やっぱりそこはちょっと足つけてやった方がいいんだよね。そうですね、僕みたいな人間は、うん。高校チーム先制のピンチを迎えました。頼む。さあ、ここでお願い来てない、お願い。ここまた来てない。うわ、またここもくれない。団結ガチャできない。はい、またスタジアム。何やってるんだね。いや、もう本当にこのイベント中も疲れましたよね。お前は疲れたと思う。こんだけパープルやってる人がいる中の300位だ。そうですね、うん、初めてですよ僕、今まで最高に3000位とかですよ、うん、びっくりですよ。高キャラも一人もいないですし、うん、本当だよね。よく頑張ったよ。多分さ、同じ300位に入ってる人の中で多分一番課金してないと思う。僕自信ありますね。うん、だって今回のさ、あの安くなってる2200円のやつ、はい、あれだけでしょ。そうです。あれ、おバンプ出た、びっくりした。でもレベル10、いかにやってないかがバレる。あ、でも7900位、おお、見えてきた。どうする、これ7501位とか超ウケるパターンじゃな、大声で笑うよ。あと13分っす。え、そんなに、やべえな。13分で聞くと、集中集中。やべえ、やべえ。すごいね、常にミッション来てるね。来てますね。団結ガチャ補助券じゃない。おー、5枚来た。そっかそっか、補助券がいいんだよな。俺補助券じゃねえぞ、欲しいの。これさ、俺カボチャ4枚なんだよ。はい、もうカボチャ捨てた方がいい、来なかったら。1枚1枚消費するとさ、試合時間もかかっちゃうじゃん。はい、はい、でも捨てだよねこれね。か、自分の出したやつで1試合は自走車オフでもパッてやっちゃって、あー、もう4枚を使ってカボチャ持っていくと、うん、もう一回言って。5枚あると、チケット5枚あると持っていけないじゃないですか、カボチャ。あー、なるほどね。だから1試合だけ消費して、消費して、あー、いい、そうするわ、の方がいいかもしれない。ああ、そうそうそうする。来ない可能性だってあるもんな。はい、そうする、そうする。じゃあここを
回復して1試合にせよ。そうやな、ここ回復して、でここで1試合だけ消費して、さあ次の1球が最後となるか、見逃しの三振、ズバッと決まった三球三振、ゲイ。いや、ドキドキしますね、うん、これも勝つことが大事。ゲイ、勝った勝った。今どこや、何位？自分は306位。ちょっと上がりました。すごいな、200位台。こうっすか。俺やばい、いかないかもしんない。これ全然順位上がってなかった。7800ぐらいですか今。うん、いや、なぜ900もいった。ただここをしっかり勝つことがすごい大事。やっぱ SR ガチャでかいよね。でかいですね。ね、慎重に。あと10分です。僕はもういかに使わないでだよね。ストーン、そうですね。まあ、やばい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 。集中して集中して。シルバーバレットちょっと苦手かもしんない。あともう1試合ぐらい。あー、多分いかねえな。多分俺無理だ。マジっすか、うん、だってここの層みんなやってる層じゃん。500位も上がんないもん。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で模擬第1打席はスイングアウトの三振。誰かフレンドが出してくれればいいんですけどね。まあバンプ、いや、これ生放送にしてやればよかったな。はい、この時間ね、生放送しても多分皆さんお忙しいから。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で今タッチはアウト。高校チーム、やりやがった一条。高校チーム、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー一塁。7890。二塁アウト。7890。きつそうっすね。きついよ。何としても得点を挙げたい9回です。7870。わあ、久しぶりに負けた。とはいえ2位。よしよしよし。もうこうなったらどうしたらいいの。バンプとか出てきたら1試合は自分でやって、フレンドにもうお願いして消化した方がいいよみたいな。そうですね、うん、バンプと、でも俺もね、なんだかんだ25、6個使ってるね。あ、本当ですか。うん、この数時間でね。はいはい。この後に控えているのは頭脳、レッドを見上げたホームラン。それでもだいぶ上がりましたね。4000円ぐらい。うん、4000円ぐらい上がった。高校チーム同点のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で2人、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。今季は3球で、いや、全然来ない。いや、でもここ1時間は自分の順位落ち着いてますけど、うん、2、3時間前とか、うん、昨日の夜はやばかったです。昨日の夜動画終わっとった後、うん、から7時からの12時ぐらいの間で1回500位は下回りました、うん、寝れなかったですよ。遅刻したの。ずーっとやってました。いや、どうしよう。西脇ナイスピッチング。今日2三振の平山、ここまで。いや、これ7500円入りたい。これはちょっときついな。一塁アウト。諦めたくないんだけどね。うわ、また来ない。
クリスチャン・ロナウドいましたね。いたな。無回転、無回転飛んでくるぞ。高校チーム先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面。昔は僕もマリノスの選手の名前で固めてました。そうなんだ。中町。高校チーム追加点。中村俊輔が多かったです。第1打席はセンターフライに倒れています。三塁線切れてファール。7895位。カウントワンボールワンストライク。さっきのまんまです。入るか入るか。ダイレクトフェンスに当たった。一元三塁です。とフレンドが出してくれてない。もうちょい出してほしいな。今日の第一打席はスイングアウト。あと何分。空振り三振。7分。ワンチャンあるかな。勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、ワンチャンあると嬉しいな。緊迫した場面が続きます。どうなんですかね、これ正確なんですかね。どれぐらい正確なんですかね。今出てるやつ、はい、こうやってさ、自分の順位見てる間の順位って変動してるじゃん。はいはいはい。だからパッと出した瞬間の順位は合ってるけど、もう10秒経ったら順位は変わってると思う、うん、はい。パッと見た時の順位は合ってると思う。よしよしよし、また来てる。こんだけ来るっていうのが羨ましすぎるぞ。うわ、300位だ今。すごいですね。100位以内に入ると PSR ガチャ券なんだね。いやー、きついっすね。でも500位以内で PSR3 体をいただけるんだよね。そうです。すげえな。ESR の上限回復って本当大変だからね。そうですね、うん、今カズさんでもプラス3が最高ですから、ね、4か、うん、3番バッター。高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは羽賀。投げた。これはいい当たりだ。いった。場外ホームラン。今ね、久しぶりに来てたんだ。チミニバンプ。いや、バンプじゃないんだけど、フレンドから来てた。はいはいはい。で、自分の方をフレンドに任せておけばよかったんだけど、そのまま来ちゃった。高校チーム、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、吉と出るか、京と出るか。第2球打ちました。浜岡交代。新田一気にホームへ。高校チームダメ押しのチャンスを迎えました。残り4分です。2アウトランナー2塁という場面で浜岡、はい、もういきなりパッとあれになるんだろうね。なくなりますよね。バンプ何としても得点を挙げたい9回です。2アウトランナー1塁2塁という場面で村上。第2球投げた。打った。1回ボーダーライン、ボーダーライン最後見てみます。うん、見て。第3球打ちました。左中間へ持っていきます。噛みました。2アウトランナー1塁2塁に変わります。いやー、7500無理か。行くと思ったんだけどな。みんな頑張ってるってことだ。うわ、みんな頑張ってますね、うん、出てくる。出てきますね。カズさんの目指す7500位は1億8276万。1827ね。1827。結構近かったですね今。近かったの。30万。300万。ちょっと待ってな、今もう時間がないから、ちょっと今余裕がなくて見てみよう。300万ですよ。え、あと300万。はい。え、そんな近いのだったと思います。今いけんじゃね。こんないきなり順位上がんないでしょ。でもまあすげえな、295位か。上がりました。せっかくさっき買った2200円のファーストオンの50、
ここも3つしか使わなかったですね。すげえ、じゃあ今日ガチャ回せんじゃん。回しちゃいますね。プレゼントすげえ。団結ヒーローズ間もなく終了でおります。え、じゃあもう終わりか。ちゃんと回収した？はい、クリアするんで。あと1分25秒です。うわーい、これさ回収できないとやばいやん。はい、ってことはもう実質これがラストの試合か。そうですね。あと1分10秒、集中して。あと50秒やばいっすよ、やばいっすよ。いやー、これ入んないよ。よし、よし。いやー、もうちょっとドキドキしてる。え？行ってないですか、全然今。行ってないと思う。今が、7600位。ほらー、残念。うわー、しょうがない。もう時間ない、もう無理か。あと15秒です。普通のスタジアムからだもん。いやーきつい。いやー、いかなかった。しょうがないね。そう、最後ストーンね結構使ったんだけどね。195位ですか。ちょっと落ちてると思うよ、今やってなかったじゃん。イベントは終了しました。お疲れ様です。あ、ちょうど僕のメンテナンスありました。あ、そっか、もうメンテナンス入っちゃうのか。うん、はい、ね、ということでですね、私は惜しくも、7500位まで入りませんでした。7600ちょっとかな、7700位ぐらい、はい、いやー最後ね、もう30分ぐらい早くがっついてればいけたかなと思います、はい。まあちょっとストーンをね大事にしすぎちゃったっていうところが、まあ私の敗因かな。うん。まあ、とはいえね、はい、楽しくね、プレイできました。で、トクの方は結構頑張れたんで、まあ皆さんのね、フレンドさんのおかげだってずっと言ってるように、まあ僕もそうだと思うんで、トクのフレンドの皆さんありがとうございます。ありがとうございました。またね、トクが SR ガチャを引くときとかね、また動画に出していこうかなと思いますんで、引き続き動画をご覧ください。という感じで何か一言お願いします。いやー、フレンドの皆さんありがとうございました。で、あれですね、月も変わったじゃないですか。うん、だから SR ガチャ券、うん、ストアメダルで交換できるんで。お、もうできんの。だから1枚そこで1枚と報酬で2枚で、うん、もう3枚一気にガッてでやって必要なかったらミキサーって感じ。はい、じゃあそこまでお見せできれば動画に交互期待ということで、引き続きよろしくお願いします。じゃあまた動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。